ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。投げた、ストレート、ストレート、投げました、アウトコース、投げました、フォーク、空振り三振、斉藤、見事なピッチングです。最後は空振り三振で打ち取りました。右の斉藤、今シーズン初のマウンドに上がりました。打ちました、ピッチャー返し、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ、投げた、ストレート、空振り三振、柳田、全くタイミングがありません。さあリプレイ、打った、ショートゴロ、ゲッツーになるか、二塁送球、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレー。次は5球目、投げた、打った、セカンド正面、一塁送球、アウト、北海道日本ハムファイターズが福岡ソフトバンクホークス。ファイターズの先発は右の斉藤、対するホークスの先発は右の千賀。この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。投げました、打ちました、渡辺掴んだ、一塁送球、アウト、横を取った、アウト、スリーアウトチェンジ、大差で勝利しました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日はファイターズの先発は右の斉藤、対するマリーンズの先発は右の斉藤、登板です。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げました、インコース低めいっぱい、ストライク、投げました、ストレート、空振り三振、斉藤、見事なピッチングです。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。正面、石井掴んだ、一塁送球、投げた、低めのボール引っ掛けた、石井ボールを掴んだ、ショートから一塁送球、打ちました、これはサード真正面、あっと弾いた、取れない、サードのエラーは記録されます。打った、キャッチャー落下点に入りました。取って、これで3アウトチェンジ。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。
これが10試合目の登板。まずは立ち上がりに注目しましょう。ストライク追い込んでいます。アウトコース低め、空振り三振。リプレイをご覧ください。最後は見逃し三振に仕留めました。2回の表が終わってマリーン無得点で終了です。ファイターズ見事勝利を収めました。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。北海道日本ハムファイターズ対福岡ソフトバンクホークス。斉藤対するホークスの先発は右の高橋。この両投手の先発が発表されています。投げた、外角低め、投げました、打った、石井ボールを掴んだ、ショートから一塁、はい、右の斉藤、これが12試合目の登板。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げました、打ちました、斉藤ボールを取る、一塁送球、投げました、フォーク、空振り三振。2者連続三振になりました。最後はスイングアウトの三振で仕留めました。2回の裏が終わりまして0対0。We'll be right back.